どうも皆さんおはこんばんにちは。プレイ担当のゆっくり霊夢と、解説というかツッコミのゆっくりマリサだぜ。今回は生かした神ゲー、スプラトゥーンを遊んでいくよ。お前、そんな難しいゲームできるのか。せいぜいさんキルくらい取れたらいいな。いや、ミカツ様、それ破損として、開幕は自陣を塗り固めるよ。このゲームは試合終了時に塗り面積が多い方が勝ちだからね。決してキル数が多い方の勝ちじゃないからね。キルに固執せずに塗りができる私はやはり天才。キルされたら塗れませんが。気を取り直して戦線復帰。スーパージャンプするのはいいけど、ステルスジャンプは積んでるのぜ。やだな、積んでないよ、見たらわかるじゃん。当たらなければどうということはない。おう、チャージャーに抜かれないといいな。紹介してなかったけど武器はプライムシューターベリー。中距離からいい感じの火力を出せて、サブは9番ボムとしてはボムラッシュ。普段は安定した中距離での差し合いをしつつ、後期には9番ボムラッシュで暴れられる。オールラウンドで扱いやすい武器だと思うよ。お、あれは仇。ここであったが100年ね。おう、500年くらい経つ前には復讐できるといいな。祈り終えたぞ。低い姫出てこい。出てくる男らしく私と戦え。このゲームはイカガールの方が多いと思うぜ。そうなんで今死んだ。お前かー、よかったじゃん、クイックリン出てきてくれて。違う、あいつの首取れないと意味ないの。あぜ、己どこまでもこの私をコケにしおって。え、ゆっくり霊夢さん来てコケにされるのが基本では。基本じゃないわ、誰だそれ言ってるやつ。まずは高台上のお前がキル数の足しになれ。うむ、まあまあのキルだが仇じゃないな。いたぞー、いたぞー。最後に9番エイジから突撃するの相当頭にきくんな。じゃあ見たか、これから霊夢様に足向けて寝るんじゃねえぞ。キルを取るな、そこの味方。復讐で壊れちゃったな。おっと、ラスト1分。ここからは慎重にいかないと。真面目な話、どれだけ試合途中で押していても最後に押し返されたら負けだからな。けど霊夢さんはプロですから、ここで泥沼のゲリラ戦を展開してバッチリ時間稼ぎできます。地獄です、プロですから。なんかプロの割に追い詰められてない。霊夢さんはエンターテインメントのプロでもあるので、程よくピンチになって勝負感を演出できるよ。ま、そのピンチもしっかりひっくり返しちゃうのがプロなんだけどね。ボムラッシュでバッチリ距離を取って期待成功。うわ、ボムラッシュや、近づかんとこ。なんでその武器で詰めるんだよ。わかんないけど体が勝手に。はい、ラスト10秒。こういう時ほど落ち着いて冷静に塗り広げようと迂闊に前に出る敵をかろうね。うーむ、着然としないがスクラチャージ開かれたな。敵に落ち、まあ勝ったな。いやだぜー、10パー差をつけての勝利。まあ文句なしか。いやー、これはプロたるゆえん見せつけちゃいましたねー。まあキルレ見ようか。1超えてるからよし。味方にキルレもいるけどな。私が1番キルしてるからいいの。それじゃこんなところで次の試合行ってみよう。はいはい、失礼しますよ。皆さん、落ち着いて聞いてください。今は2015年ではありません。10年弱の時の流れた2024年です。おう、さっきまでの映像との温度差で風邪ひきそうなんだが。まあさすがにこれで一気にハイテンポ式実況にすると情緒もクソもなくなってしまうので、まだややクラシックな感じでやっていきましょう。にしても不思議な話だな。死者ボニュースや10年前のゲームの差集がそこまで惜しまれるか。塩辛節のグルーヴに脳を焼かれてるというのはさておき、スプラトゥーンというゲームは相当画期的で革命的でしたからね。単純なゲームとして見ても、対象年齢が高くなりがちな TPSをうまく子供や女性に売り込み、そしてそのゲームの設定世界観は安定の任天堂クオリティで完成されているときました。というか、それに加えて当時の EU のラインナップでマンネリもいいところでしたからね。 2D マリオの連発とか、マリオメーカーとかいう 2D マリオの総決算とか、なんか Wii までの遺産の焼き直しばっかなんだよな。そうです、どんなソフトを遊んでいてもいまいち没入しきれないファンタジーに飽き始めた頃だったと思います。そんな時、全く新しい世界観で全く新しいゲーム体験でありながら、我々の住むような都市化された世界が舞台となり、この絶妙な空想と空想の調和が我々を見事に引き込んだ。私はそう思います。まあ差しが惜しまれる理由ってのはそんな具合か。そうです、売れた要因なら任天堂初の TPS で完成度が高く、さらに後方まで完璧だった。これに効きますからね。で、今回の武器はゴールド7か。2以降では修正で機動力が盛られていますが、初代においてはなんというか一発当たりの塗り面積大きい分ライジンステップ踏みやすいくらいしかなかったはず。で、初代のビーコンってジャンプ1回で壊れるし、ポイントセンサーは持続しないから使い勝手悪いしで、まあゴールドの中だとこの7くらいしか真面目に考えて実用性はなかったか。いや、ローラー種が相手にいたら積む時点で実用性とかないですけど、初代のローラーってろくなのいませんからね。今より近く範囲が過剰に広いダイナモ、まさに中距離戦での勝ち目がない上に奇襲しても大王で返してくるロラコラ、現在よりはるかに大きい近く範囲と100万サブスペカローラ、ゴールドを持つということはこいつらにメインにおいては完全に振りを背負うことを意味しました。ゴールド無印は逃げるしかないし、ボルネオだとセンサー巻きながら常に大王の準備しなきゃいけない。セブンならサブスペ両方で対応できるが、それでもサブスペを強制される時点でかなり動きづらくなる。まあその結果、もっと卓王
取れる武器や単純に理論値が強い武器持てばいいじゃんと、そういう思考になるわけです。そう思うと初代のスプラって不遇武器への風当たりマジで厳しいな。懐かしいですね。ジェットが存在感なさすぎてアホみたいな人即強化もらってたりもしましたし、でもジェットのキル速的に長時間顔出してたらリッターにかもられるよな。理論上ですでに不利ですが、現実はさらに追い打ちがかかってますからね。では出た諸悪の根源、あとシンプルにステージ構造がアカン構造だったものも結構ありますしね。モンガラとネギトロはイルさんからな。モンガラとリスキルパーティーを押すな。あ、タチウオはイルします。なんだかんだ側面からの強襲とか、裏取ってからちょっとずつ登り詰めるあの感じとか、カタルシスがいい感じのステージなので全然許します。あと一つ、遊んでて思ったのは、もう一回くらい初代でフェスしてみたかったなと。今だとリバイバルフェスとかあったからな。当時は今の日でないくらい私が人生暗黒時代でしたので考えはきませんでしたけど、ちゃんとにをやり込んでた人からするとさぞ素晴らしいサプライズだったんでしょうね。ただ2と初代って同じシリーズで基本的なゲームシステムは据え置きのはずなのに、実際のゲーム体験と世界観というか空気感というか、そこらがきちんと差別化されていたのは今から思えばすごいなと感じますね。ああ、あとこれは編集してて思ったことですが、無限に話出てくんなお前。今のスプラトゥーンさんって結構演出凝ってるはずなんですよ。フェスの度にアイドルの特別な衣装が出たり、結構地味な撮影機能とか実装されたしな。そう考えると本当に大事にされてるゲームだな。さんも我々が現行のさんに文句たらたらなのは、思うに我々の舌が肥えすぎてしまったからかもしれませんね。それもそうだし、初代が見たこともない新鮮な世界だったのに対して3にもなってくると長年の付き合いで勝手を知ってしまったマンネリ感があるのかもな。ということで6月時刻4月9日8時58分公式サーバーにおける最後の試合です。プレテントだったか、なんか非公式でオンラインプレイできるサービスあったよな。それもありますし、実は9時超えても再起動かまさなければ数時間ほど遊べたらしいですね。ともかくスプラ3シリーズでの前後感で最後はお送りします。お前が開幕ナイスするの珍しいな。これは最後の試合でチーターつかなかったことに対する点へのナイスですね。味方にナイスしろよ。やだな、冗談ですよ冗談。ぶっちゃけお前のスプルフでのプレイング見てると冗談に聞こえんが、とりあえず小学生に戻った気分で動きます。初手的人心運的夢絶対諦めるまで早すぎんか。絶対昔なら無視してあの壁のボルムボームーグやったんやろな。汚れちまった悲しみに、それはさておきじゃ一旦中央で電流ムーグかましましょか。この距離感保ってボム転がしとけしないやろと思っていた時代が私にもありました。懐かしいネタコするコンセプトまだ続いてんの。いかんですよ、こんな2010年代のゆっくり56で会話してたら X に20年近くをたく叩いてて、最近はゆっくり実況叩きに熱心なあの人に叩かれてしまう。そしてゆっくり実況けなスツイートに賛同リプしてましたよねあなた。これは自分も含めての話なので盛大な自爆ですが、ゆっくり実況ってゲーム制作者から出力されてる成分少ない気がするんですよね。映像はゲームに依存して、動画構成はスポイトレンドに依存、結婚も多少は自分で考えども他の創作からの引用が目立つ。まあ今回は初代スプラとの別れを惜しむ回なのでここまでにしましょう。聞いてて気持ちがいい話でないのはもちろん、私も不愉快なものでね。キモータによる思想の押し付けはそこまでにしてもらおうか。試合は残り2分、前線は復興、最後の試合としては満足度高いですね。やりがいがある。まずはシールドからどいてもらおうか。リブガンさん、味方スピナーの足場奪いもあって直撃、さっさと前線上げますか。すいません、びっくりして角ゴムが漏れました。手になってんだ、角ゴムで体力差分の。あの速度はもはや条件反射だろ。うわ、この距離感の分。だが味方が気合で差し違える。いや、最後の試合で皆さん気合入って。ペペおじゃれ、遠慮はいらん。姿は隠しても獣は匂いでわかりまするぞ。やってること的にお前の方が獣や。ゴールドからすれば待ち伏せ裏抜けは初等教育ですが、何か止まれとかないんか。止まれなんかねえよ。さてこの太やに絡むですと思え。外れてないパターンのそれ。ごめん、録画丁寧に確認したけど完全に。うんだけのカスガヤン。もともとあそこから玉巻いてたデュアル狙ったら外れて復帰してきた若葉に当たりました。あ、サブロさんやるんすね今ここで。イカランスしっかり見て動いてるな。初代のイカランス20万人。ゴール早ければなんとかなったな。あれラスト1分やや優勢という程度で勝負はここからだな。そうなるとどこかで隙を見て後ろに向けたいところ。ただまずはマットに前線を出るか試しましょう。まずはヘイト利用してそこの隙を始末し、もっと距離感かかれや。前線維持できてたからよし。そうしたらまずゴムコロで先制。相手が引いたのを見てさっさと敵陣侵入。相手に光栄と言えるほどの武器はいない。後方は意図して誰か向かわない限り無人だから荒らせるな。いやー、この感覚ですよこの感覚。ひたすらに塗り荒らしながら敵陣を登り詰めるこの感覚。できれば序盤からこの動きしたかったですけども、ガチのゲリラ戦じゃねえか。実際ビーバスでキルレイチはありそうな苦戦だったからゲリラ戦に徹した試合とかも取れましたけど、まあ編集時間足りないのでまたの機会にて。これは待たれてたな。残り十数秒だから相手も焦るかなと思ってたら意外と冷静ですね。かつ短縮減らしたのが惜しまれる。残り10秒まず一番後方の味方に飛んでから考えましょう。うっわー、ガチの乱戦じゃねえか。とちゃっちかられる。道連れ勝負。これ道連れしてなかったら負けてね。実質6ポイント差なんでそっすね。いやー、それにしても初代はギアパワー周り不便だからみんなトンチキな格好になりますね。お前の装備頭と服はフォーリマーとして納得いくけど、足のイカ娘シューズが最高にミスマッチなんだよな。でもギア全体で見るとそれなりに仕上がってるもんで。でもまあこれでこのギアたちともお別れだけどな。それじゃあまああとは初代スプラのエンディングでも流して自流解散とします。ご視聴ありがとうございましただぜ。